こんにちは。ガンとたどるワイルドセブン。今回はネッサの帝王。この6回目です。ヒバがね、メキシコの田舎町に現れたところから始まりましたね。何のために来たんだろうと思っていたらですね、ここにね、メキシコの田舎町がね、バイク族に襲われそうになっているんですね。そのバイク族から町を守るために、町を仕切るカイザーと言われるね、本名秋戸十次郎という日本人、これをねヒバはね処刑しに来てたんですね。この人実は首相暗殺とかをしているね暗殺隊のリーダーだったんですね。でそのカイザーのもとに町を守るためにもともといるねジェネラル将軍と、それとキーファーっていう部下、それとゴメスっていう部下がいました。でさらに手が足りないんで助っ人としてハリー・ケイン、アイスピック、カンセン兄弟、イスラエルの女兵士などをカイザーは雇って防衛を固めています。そこに300以上、一説には1000以上とも言われているバイク族が襲撃を開始しそうなところです。でヒバはねカイザーを処刑してあっさり帰る予定だったんですけれども、ひょんなことから命を救われて結局カイザーと一緒に町を守ることになりました。町を守ることに成功したらその後改めてカイザーを処刑というのがヒバの今ミッションとなっています。でさらにもう一つ、ヒバはねお母さんなんとねメキシコにお嫁に来てたんですね。お母さんにお兄ちゃんの伝言を届けるためにということでお母さんを探しています。そのお母さんの消息を知る手がかりとなる猫目石の指輪、その事情を知っているのがジェネラルと言われている人の娘さん。この娘さんはねピアノを教えてましてね、カイザーにも教えてたりで、今のところはですね町の外れにあるロハス農園というところのロハスさんのところの娘さんにピアノを教えに行ってると。そこの農園がまずバイク族に襲われました。ヒバはねイスラエルの女兵士2人を連れてこのお嬢さんを救出に向かっているところでございます。はい、今回の差し棒はね、この間の万年筆でご紹介しましたねプロフィットギアのね星空限定セットのものを使わせてもらいました。はい、じゃあちょっとねヒバちゃん人形また後で出てきます。今日は久々にねバイクも出そうかなと思っています。はい、と思ったら今ヒバちゃん人形のヘルメットを落としちゃってどうしましょうってところです。で今日一緒にたどってくれるのはですね何の脈絡もありません。本編で本当は出すべきはですね、ウッズマンのねサイレンサー付きモデルですね。で今日はねちょっとそれはねあれしてね MGC のちょっとオートマグをね並べさせていただきます。これを並べているね、理由何の脈絡もないんですけれどもキンキン、懐かしのガンのコーナーでやらせていただきますということです。ちょっとねテカリを入れましょう。なんで2丁並んでいるか、この2丁どう違うのか、詳しい方はねお分かりになると思います。こっちが見せちゃうともろバレになりますんでね、はい、ここでご判断いただきましょう。こんな感じにしましょうか。はい、で同時にですね、私の方はですね、のどし飯に今ねグリップにクラックが入ってるの見つけちゃいましたね。じゃあ今日のヒバちゃんのね活躍を祈って乾杯ですね。美味しい。はい、では本編入っていきますね。ロハス農園に近づいた時にね車が1台燃えているのが分かりました。その車の中に、もう燃え盛っている人間の体が見える。でお嬢さんかなって一瞬思ったヒバなんですけれども、ヒバはすぐにそばに近寄るとね、分かりました。こんな首の太い女はいねえよということで、お嬢さんはまだ生きてることをヒバは確信してロハス農園に向かいます。はい、そんな時ロハス農園の中ではねジェネラルのお嬢さん、これを人質に取ろうとバイク族はしてるんでしょうね。これのいる場所を教えねえと一人一人痛めつけるぜみたいな感じで、ひどいね、拷問が続いております。そんな中ねやはりねカイザーのジェネラルの娘ということでねお嬢さんをなんとか逃がそうとするロハスがですね、はい、お嬢さんをね男の格好をさせて屋敷から出します。つまりバイク族が言うようにお嬢さんを出せと。じゃあそのお嬢さんを探しに行く男たちの中に、このお嬢さん本人をね、男の格好をして紛れ込ませたと。うまく逃げたかなと思ったんですけれども、ヒスのサリーっていうね、巨漢の女が出てきます。馬じゃねえな、これロバを抱えちゃってますね。ものすごい、だから女版ヘボピーみたいなのが出てきます。でね、その女版ヘボピーのヒスのサリーがね、たむろってるバイク族にね、お前たちもいつまでも豚みてえに食らってないで食料調達が目的を果たせと、つまり仕事をしろというわけですね。そうするとバイク族の一人が、お前もいくら香水なんかつけたってそんな口聞いてたら似合わねえぜっていうわけですよ。とね、ヒスのサリーというね、大柄な女性が、私が香水なんかつけるわけねえだろうっていうわけですよ。そしてバイク族たちは今このサリーとすれ違った男に見える、はい、まあお嬢さんですね。お嬢さんの香水がサリーに移ってたんですね。でバレたと。あいつ女だって言って一気にチョッパーのバイクにまたがるや、お嬢さんを追いかけ出します。はい。3、4台のバイクがね、はい、か弱いですね、やっぱりね。お嬢さん、将軍のお嬢さんをバイクで追い回します。追い回されたお嬢さん、ついにね、崖から転落してしまいます。でかなりね、ちょっと体に傷も負うんですけれども、なんとか逃げようとして、その谷底、ここ川なんですね。この川の中を逃げます。そうするとバイク族が、はい、挟み撃ちでお嬢さんを追い詰めます。バイク族がね、そう、狐を挟み撃ちにしたぜ、なんて言ってね、バイクでブーっと両方から挟んでくる。ね、その時にね、ドド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 っていうバイクの爆音とともに、お嬢さんがもう絶望的な表情をして、地面にしゃがみ込んでいると、そこに現れたのが、はい、ちょっとね、帽子がどっか行っちゃいましたけれども、我らがヒバちゃんですね。で、ヒバちゃんね、何をしたかと言いますとですね、はい、まずバイクで乗りながら、バイク族はこちらからね、2台来ます。この間をヒバちゃんが通るようにして、いつもここにつけている、はい、ライオットショットガン、ね、これをこっちから1回、返す刀で1回とね、こちらのバイクのスピードと相手のバイクのスピード、プラスヒバちゃんが振り回す M31RS のね、はい、振り回される速度が足されて、それでバイク族2名はあえなく、はい、もうこれ多分もうやばいですね。はい、ヘルメットを割られた挙句にバイクも要するに転んだまま、バイク族はまだそのバイクに、くっついたままでサボテンのね、はい、ところに突っ込んでいきますね。そこでヒバちゃんがね、はい、バイク族を片付けた後に得意なやつやりますね。ジャ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 ってやつですね。はい。この後輪だけがジャーって滑っていくやつ。はい。真似した方多いんじゃないでしょうか、昭和の子供。はい。これで振り向いて、またお嬢さんのところに戻ると。お嬢さんはもうパニックになってましてね、早く連れて帰ってって言うんだけれども、ここでヒバが非常に冷たい顔をして、猫目石の指輪、あれをどこで手に入れたんだ。お嬢さん。なんで今そんなことを聞くの？ヒバ、俺のおふくろの指輪をおめえさんが知ってた。死んでも離さないと言ってた指輪をな。断っておくが、俺は救い出しに来たんじゃねえ。一言聞かせてもらうためよ。あとは死のうが生きようが知るか。指輪をどうしたのか、さあ言ってもらおうか。もう完全にヒバちゃんも、お嬢さんを疑ってますね。はい。で、しばらく時間が経過した描写。これをね、イグアナかな、なんかこうね、砂漠の生物がね、イグアナいないのか、これなんだろう、ヤモリ、はい、歩いてるところで時間経過を示しています。で、結局ね、お嬢さんはね、この指輪、その指輪は、はい、シカゴの4人組、つまり先ほど助っ人として入ってきた連中ですね、あいつらの一人、ハリー・ケインが私に押し付けたのよと。で、私は好みじゃないんで、そのままバルコニーから捨てたのよっていうと、ヒバはね、いきなりね、ウッズマン抜きますね。あんな根っこの石ぐらい欲しいとも思わないわとお嬢さんが勝ち気に言うとですね、ヒバーコンドを内ポケットからサイレンサー兼延長バレル、エクステンデッドバレルを出してね、くる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 取り付けてます。はい、で取り付けながらヒバはね、あんなというがねと、おふくろにとっちゃ親父の形見さっていうとね、お嬢さんがやっとここでね、さっきも言われたはずなんですけどもね、あの猫面石の指はあなたのお母様のって言いながらヒバはね、サイレンサー装着完了です。はい、スライドガシャッと引きました。はい、装填したんですね、薬室にね。で、お嬢さんは私はそんなことまで知らないわというわけですね。はい、あなたは私を救いに来たんじゃないのってもう一回ヒバをなじろうとするお嬢さんの口をね、手でバッと塞いで。バンウッズマン発射です。ヒバとかってこの時は思いましたね。とヒバの、撃った先には先ほどのこれイグアナなんですかね、なんかやばそうなね、はい、爬虫類が穴を開けられています。あ、毒トカゲです。毒トカゲ、トカゲだったんですね。全然違うんじゃないこれ形、毒トカゲですね。はい、でお嬢さんもそれに気づいてね、ありがとうって言おうとしたんだけれども、ヒバはね、女の悲鳴というやつは2キロも先まで届くからな、今はバイク族には聞かせたくねえって言うと、お嬢さんちょっと照れちゃってます。はい、この人いい人なんだって、得意のね、ちょっとヒバちゃんに女の子が惚れちゃう時のね、ほっぺあからむ時ね、ワイルドのユキなんかもね、よくそんな顔したりしますよね。はい、の顔をしているとヒバちゃんは知らん顔してバイクにまたがってバウバウバウ、じゃあお嬢さん気をつけて帰んなって言っちゃいますね。私を連れて帰ってくれないの、そいつは俺の役じゃねえって言ってヒバはもうバイクで立ち去ります。その立ち去る途中に例のイスラエルの女兵士2人、これがねジープに乗ってね、ちょっと身を隠してたわけですね。そこにヒバ、肩ついたぜおめえの出番だって言うと、女兵士がね、あんたはって聞くとね、ヒバちょいと急ぎのようができてな、一足お先に帰るぜと言ってバイクを飛ばします。でね、女兵士にね、救われたお嬢さん、それじゃあのヒバさん、私を助けに来たわけじゃなかったのねってね、ちょっと寂しそうな顔をすると、はい、女兵士たちはね、あのジャパン野郎、いつかたっぷり痛い目に遭わしてやるってなことをね言いながらお嬢さんを送り届けるということです。ヒバは一足先に帰るぜって言ったのはハリー・ケインっていうね、車の運転のうまい人で、あと剣の使い方がうまい、その助っ人をね多分締め上げるためでしょう。そんな時、はい、バイク族に襲いかかられようとしている町では、はい、広報ね、町内広報課の人たちがね、こちら町内広報課です、町民の皆さん、各ブロック町の家銃を持ってお集まりくださいっていうねアナウンスをしてますね。銃をお持ちでない方には今渡しております、大至急を取りに来てください。はい、そうすると町のあちこちで戦闘準備が行われています。町民たちがいろんな銃をね、それぞれ、例えば代々伝わるラッパ銃とかね、かと思うとね、まさにビリー・ザ・キッドを気取ったね若いね、これ10代ぐらいの男がイカれたお兄ちゃんみたいな、とっぽいお兄ちゃんみたいなのがですね、はい、ガンベルと両方ね左右ついてる二丁拳銃、これでね、シングルアクションアーミーなんていでたちでね、ちょっと抜き打ちの練習なんかもしています。ビリー・ザ・キッドは一人殺すごとに拳銃に刻み目をつけていったんだぞとお父さんが言うと、子供がね、せがれが知ったら21個の刻みがついてたんだろうと、俺はバイク族相手の戦争で22個つけて記録作ってやるぜっていうと、お父さんがね、おお、それでこそ西部男なんてねやってるわけですね。そんな中ね、はい、やる気満々の町民たちの中にもね、撃つことばっかり考えて撃たれることも考えないのかねって言って町を脱出しようとしている一家がありました。ボロボロのトラックに乗ってね、とこ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 とね、逃げていきます。そんな時教会ではですね、はい、カイザーとですね、町のこれ重鎮さんだからどうなんでしょう、ハーパーさんというバーバーさんということですかね、出てきます。はい、この人が多分町の有力者みたいですね。はい、でこの人はね、戦わないでなんとかならないもんだろうと。あ、床屋のバーバーさんです。失礼しました。床屋のバーバーさんという人にね、ちょっと戦わない手もあるんじゃないかぐらいなことをカイザーに話していますけれども、カイザーがね、保安官も警察も呼べない事情は分かってるはずじゃありませんか。我々が戦わなかったら、女子供は惨殺されるのですよ。町民を皆殺しにされたいですかと。武器を持って戦うしかないのですと。説得しております。なんで保安官も警察も呼べないんでしょうねっていうことが、謎のまま次につながっていくのかなって感じですね。そんな時いよいよ町の、境界線の川の上流に、はい、砂煙が上がっていることを見張りが知らせに来ました。いよいよ町にバイク族が乗り込んできます。ものすごい数です。というところで今回はこの辺りにしたいと思います。頑張ってるんですよね、町民の皆さん。ただなんで警察も保安官も、あるいは州の軍っていうのがアメリカにはいるでしょうと。どうしてそれが呼べないんでしょうか。私も随分ね、連載読みながら不思議に思ったものですが、それは、おいおい明らかになってまいります。この話も実は結構複雑ですね。こちらはねスタンダードモデルですね。はい、ブローバックしないでね、はい、発火を楽しむと。その代わりここからきれいにね、ブローバックでは味わえないねファイアリング少しは出たのかな。ちょっと私この銃はそんなにスタンダードの方が撃ってないんでね。でこちらはね金属ボルトのねブローバックモデルですね。はい、もちろんねモデルガンですからインサートがしっかり入っています。この辺りねまたゆっくりね懐かしの銃のコーナーでご紹介したいと思います。ということで今回の「ガンとたどるワイルドセブン」「ネッサの帝王」その6回目、はい、この辺りでお開きにしたいと思います。よろしければまた来週ね、お目にかかりたいと思います。ではまた。